池田神社は、兵庫県山ヶ崎重坂部にある神社、摂津国河辺郡の式内社の池田神社の論者の一つ。坂辺野市の居住地で、氏族の主張を帯び命及びその行員を祀る神社であったが、藤原氏が支配した際に、春日大社を誕生したと信じられる。大阪府前、シリングには、池田市の池田神社を式内社とし、河辺郡お坂田村から、 豊野軍に潜座したとする。これは、摂津氏の説に依拠するもので、そもそも、上理性から見ても豊島軍で、川辺軍でないから新名町は軍を誤っているとの、指摘もある。兵庫県神社市に、大阪府豊野郡池田町の池田神社は、呉れ織里,里の呉れ織誇のあるところ、中古道地方の繁栄に伴い、穴織大臣を祀る当社を、 道庁の入り口に先座してうぶす長見と仰ぎ、クレオリホコラのお旅所と定め、いつしか、クレオリホコラを、池田神社と根称するに至るとあり、旧地名で言えば、当地に鎮座する池田神社の方が該当する。平成7年1月の阪神大震災で、社殿塔が倒壊し、平成11年4月に新社殿塔が再建された。池田古墳は、池田神社境内にあった古墳。 形状は前方後円墳。現在では墳球は失われている。墳形は前方後円形で前方部を南方向に向けた。古墳の規模は次の通りの測量調査地。墳球町は天川崎市内では最大規模になる。墳球の周囲には集合が巡らされており、幅約20メートルを測る。出土遺物は知られていない。この池田古墳は、 古墳時代中期の5世紀末頃の築造と推定される。被葬者は明らかでないが、池田神社側では、境辺の連の氏族祖神の墳墓とし、この墳墓上に神社が建立されたとする。前方部の南側にはかつて侍塚、白馬塚という二塚があり、池田古墳の倍長であったとも伝える。なお、現在までの発掘調査では、池田古墳が、 確かに古墳であるとする積極的証拠は得られていない。池田古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。